キサイロナス六の一キサイロナスは、ギリシャ中央にある全長1 6トルの三六北のボヨーティア、南のアッティカ北部との境である。石灰岩ででき、最高標高は1 4 0 9ル。その最北端はペイストラ山である。ギリシア神話の中で、キイロオン三六はディオニューソスを祀る山であるばかりで、なく、様々な事件の舞台となっている。この山に、 オイディプースは捨てられ、斜面では、アクタイオーンとペンテウスが共にバラバラにされて殺された。有志時代になると、紀元前479年のプラタイアの戦いの舞台で、戦いの本番の前に、多くの小競り合いが行われた。その後は、アテナイとテーバイの国境争いが起こり、プラタイアとエリュトライに王彩が建てられた。プラタイアの人々は、北イロオン山麓を、 最初の王として擬人化した。プラタイア人は彼以前にアーソーポスト、タイローン以外の王を知らない。後者は後に山の名に、前者は川の名で伝えられている。ありがとうございます。